わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで、ムカキンドラドーレベベ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 当たってブルを使っていくっていう、まあなんかもうしょうもねえね、しょうもないんですよ。なんか面白くないよね。あ、なんか日記みたい、やったムカキンドラドブル当たったぞみたいな、そういう感じなんですけども、まあなんかそのそういう動画を通して自分を面白く、自分で面白い動画を作っていくっていう、なんか成長できたらいいなって思って、なんかしょうもない動画でも面白くできたらいいなと思います。なんかどうでもいいけど、はいはい、ということで今日ですね、皆さん左下を見てください。ビッグボックス1個と、なんだっけ、この普通のブロスターボックスかが16個溜まっているんで、まあ、ちょっとね、そろそろガチャ見たいんじゃないのと思って今日はね、引いていきたいなと思います。ここで、まあ、絶対新キャラ出るよな。はい。で、なんかね、なんだろうな、まあ、パワーポイントも当たると思うんで、コインがま、614しかないんですけど、なんだっけ、レベル上げていこうかなって、今日は思います。いきます！はい、じゃあ、はい！一つ目！まあ、ちょっと少ないんでゆっくり引いていきますか。このさ、赤の時って新キャラじゃないの？お、なんか、おー！ムカキンにとっての貴重なエメラルドを5個ゲットしました。5個っていくらなんだろう。いきましょう！赤って新キャラじゃないんか、これ。え、待って！おー！こんなにエメラルド出んの？てか、こんなにエメラルドが嬉しいのって俺久々なんだけど、まあって赤は、なんだろうな。いや、よくわかんないんだよな、これ。なんだったら、うわー、ローサー、あー、やばい、強いじゃん、こいつ。レアキャラクター、ローサー。パンチの応酬にもひるまないボクサーにして、植物学者、必殺技と植物由来の頑丈な保護スーツだ、いやー。パックンフラワーさんは出ましたね。パックンフラワーに、食われて5年ですね。5年経って、この姿っていう感じですね。元は多分すごいね、美人な、女の人だと思うんですけども、ここまでになっちゃうと僕は、付き合いはできないですね。はい。ということで行きましょう！やったやったやった！ローサー来た！おっしゃ、行こう！何体入れるのかな？ローサのパワーアップ。おい、いいね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 。ローサはね、マジ神。いや、なんか、新キャラ出るときのこの気持ちやばいね。いきなりレジェンド来たらやばいね、これ。おー、嬉しい、嬉しい、嬉しい。いや、なんか、無課金のラドっていいっすね。なんか、その、無課金の人の気持ちがわかるというか、というか、というか、ローサー、ナイス。いやー、お願い。もう一回僕、味わわせてください。で、正直、こんだけさ、引いてさ、新キャラ全然出ないって渋い。もしかして。こんなもん。いや、無課金って辛いですね、なんか、本当に。大変ですね。なんか一緒の気持ちになれるというか。いやー、全然出ないね、新キャラね。おー、嬉しい、嬉しい、嬉しい。まあなんかね、一つ、めちゃくちゃ大きい、このビッグボックスがあるんで、僕はそれをすごい楽しみにしてます。おー！あ、そういうことか。そういうことかって感じ。さあさあさあ、待って、20円目でなんか買えない。ワンチャンス？ワンチャンス？あー、スキン買えるんだ、30。まあ、いいや。行かせてください。お願い！頼む。頼む。ゴー！ 99 コイン。まあまあ美味しい。カモン！ラストカモン！ここで来るでしょ？はぁ。なんか、こういう気持ちなんですね。亡くなった後って、虚しいですね。なんかすごい虚しい。なんかはい、日本はバリバリ課金してるのにさ、課金できないっていう、まあお金がないから課金できない子ばっかじゃないですか。まあ、それと多分同じ気持ちですね。多分課金したくても課金できないってこういうことですよね。はい、ということでちょっと将来性があるローサーはちょっとレベル上げときたいですね。はぁ、あと、バーリー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 、見たはいいかな。バーリーあげとくか。めっちゃ上がる。嘘やん。めちゃくちゃ上がるじゃん。まあ、ブルーの強奪、まあ、いっか、こんなもんで。
とりあえずこんなもんですね。ちょっとあんま使いすぎないようにしていこうかなっていう感じなんで。ということで、ちょっと今日当たったローサー、せっかくなんで使っていこうかなと思います。骸骨川、デュオ行こうか。ちょ、デュオやってみたかったんだ、そういえば。デュオールか。デュオールグ。よし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 。いや、ですね、マップ見て分かったと思うんですけども、3日間同じマップですよね、僕のこの動画。クリスマスとかに、ね、ちょっと予定が結構入ってて、まあ、ため撮りをしなきゃいけない状況ですね。はい、結構ため撮り大変ですね、こういうの。まあ、毎日動画上げたいっていう気持ちがあったんでね、そこはご了承ください。ということでやっていきましょう。誰がいた？待って、名前が読めない、本当に。地獄の名前。いけ。待って、やっぱローサね、ほんと強いんだよ、これ、マジで。知らないよね、俺知らないよね。やってくれ、行ってくれ、頼む、なんて行かないの。おい、いけ、死ぬなー、死なないでくれ、お願い。頼む、1なの、お前。終わった。俺じゃねえじゃん。いや、俺じゃないんかい。枠の俺じゃないんかい。連戦するんかい。もう、かわいいな。かわいいっすね。こうやって、なんか連戦してくれんの。本枠だったらうぜえと思うんすけどね。サバカーね、ムカキンのラドはね、結構僕の今日の相方、動け！連戦したなら動け！連戦したなら動け！ 5 タップみたいな感じやめて。5タップみたいな感じやめてね。ちゃんと取ろうね。はい。オッケー。いや、ローサ2ですね、ほんとに。いや、ちょ、ラグ。もう俺、毎回恒例すぎない、このラグのみ。あ、強いねー。いいねー。麦わらのルーキーだねー。やさかにのマガナマ、合ってるこれ。間違えたかな。やさか、なんだっけ。やさかにのマガナマ、いいねー。麦わらのルーキーだねー。あー、早くね。そんなことある？あとね、なんか俺の、なんだっけ、ちょっと今、キザルってわかります？ワンピースのキザルのモノマネしたんですけど、ナイス。したんですけどね。はい。キザルのモノマネしたんですよ。ちょっとだけ、まあ、多分ちょっとだけ似てると思うんですけど、僕ですね、この声真似で、ピカチュウの中、なんだっけ、大木田博士か。大木田博士もだからこれでできるんですよ。だからやっていいですか？はい。まあ、ダメって言われてもやるんですけど、いきます。みんなでポケモンゲットじゃぞー。ピッピカチュー。どうでしょうか。まあ、ヒイラギ先生には負けますけどね。ヒイラギ先生には負けるんですけど、大木戸博士っていうモノマネ、ちょ、俺モノマネね、結構できるんですよ。あ、なんかあったら、動けー！連戦したなら動けー！頼むから動いてくれー！頼むから！あんた名前なんて言うんか。ねえ、動いてよ。ねえ、名前なんて言うの。もう行こうか。おー！ボット！急にボット！なんか用事があったんですかね。まあ、どこの国の方かわかんないんですけど、多分、なんすね、仕事ですね、仕事。仕事か、会社一緒か。仕事か、あれですね、なんだっけ。学校ですね、学校。まあ、僕がね、キャリーしますよ、この。オッケー。待って、ウルト持ってるの結構まずい。結構まずいな。あ、でも。お、つ、マジつ、このキャラ。うわ。やばい、ブルトめちゃくちゃと、お、なんか、拾ってる。やるやん、相棒やるやんけ。ちょっと待って。うわ。あー、相棒。銃だから誰も近づかないかな、これ。強いな、銃。大丈夫か。これで、おらい、お前もやっとくよん。いやー。強え！待って、ローサ本当に強いね。本当にローサ強いね。バケモンですね。これバケモン級の強さですね。おー！やるやないですか。ボットかわかんないですけど。よーし。最後にじゃあちょっとモノマネしていいですか？モノマネしまーす。あ、やっぱボットでしたね。はい。じゃあ、ボーちゃんやります。3、2、1。目つぶってくださいね。3、2、1。カバンの中に牛がある。それを取りに行く。もう、この川、深い、わ、もう、しんちゃん、ねねちゃん、風間くん、まさおくん、みさえ、はい、どうでしょうか皆さん。
ぼーちゃん似てたと思うんですけども、まあモノマネ結構僕もね極めていきたいと思うので、ぜひともコメントでね、なんかやってほしいコメントモノマネあったら、ぜひともお願いします。ということで今日はですね、ガチャ引いて、まあ新キャラのローサ、まあ最強キャラですね、最強キャラのローサが出たんで、まあぜひともというか、本当にローサ強いね。まあ、ちょっとトロどんどん上げていきたいですね。329ってなんかもうチンチグリーンですよね、もちろん。だからちょっと、まあ今回はちょっと忙しいから、生放送で無課金のラドをやりたいですね。まあ、ちょっと今日やろうかな。はい。で、今日やろうかなって言った今日が、実は22っていうね。あ、23か?まあ、23日です。23日。3つぐらい、4つ、今日だから8本撮るんですよ、動画。やばくない?午前中4本、午後4本っていうのがもう、本当にね、しんどい。はい。まあ、無課金のラドっていうね、新しいシリーズができたことによって、僕のね、ネタが増えたということで、ありがとうございます。ということで、今日は終わっていきましょう。ショップ開いて一番右側のクリエイターサポートをポチ、ラペアルトを打って確定でよろしくお願いします。ということで、終わっていきましょう。皆様、それで、わだ。バイ。